静岡地裁で開かれている袴田巌さんの再審やり直しの裁判の判決まで今日で1ヶ月となりました。無罪判決が下された際に検察が控訴を断念するよう求める要請書を日本プロボクシング協会の関係者や姉の秀子さんが静岡地検に提出しました。今日昼ごろ静岡地検に要請書を提出したのは元プロボクサーの袴田さんを支援する日本プロボクシング協会の関係者や姉の秀子さんらです。1966年旧清水市で一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田さんのやり直し裁判が静岡地裁で開かれ今年5月に全ての審理を終えました。揃いの白い T シャツに身を包んだ支援者たちは静岡地検に対し袴田さんはボクサー崩れという偏見に基づき強盗殺人犯として逮捕されたとして無罪判決に対する控訴を断念することを重ねて強く要請しますなどとする要請書を提出しました。地検ではね、58年戦っておりました。私も91歳、岩尾も88歳でございます。100歳まで戦わせないでくださいって申し上げました。また静岡地裁に対しても無罪判決を求める要請書を提出しました。さらに午後2時から袴田さんの弁護団が静岡市内で会議を開きました。1ヶ月後に迫った判決言い渡しに向けての対応を話し合ったものとみられます。